どうもキミマロです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は僕が普段使っているこちらのステーショナリーとかツールがこの工具箱の中に入っているので、この工具箱の中身を紹介してみたいと思います。この中にはこうね、ハサミとかメジャーとかステーショナリーとかね、ツールがいろいろ入ってるんですけども、普段からねよく使うので、使いやすさとか、あと使っていてテンションが上がるところとかね、いろいろこだわっています。細かいものなので取り立てて紹介するほどでもないかなと思っていたんですけど、まあたまにね、キミマロさんが使っている文房具とか知りたいといったねコメントをいただくことがありますので、まあこの機会にまとめて紹介してみようかと思います。そんなわけで今日は僕が選び抜いた実用的でクールなツールを紹介していきます。まずこちらの工具箱なんですけど、これはですね、トラスコの工具箱ですね。トランク型工具箱というものを使っています。これだいたい価格は1200円ぐらいなんですけども、今日紹介するものはね、ほとんど1000円以下か1000円前後で買えるものになってますので、一応概要欄に全てリンク貼っておきますので、気になる方はねチェックしてみてください。はい、こちらこういった工具箱なんですけど、まあ工具箱にありがちなガッチガチのね、こう矩形っていう感じではなくて、少しね丸みを帯びたデザインで、見た目もね可愛い工具箱になってます。でこれカラー展開もいろいろあるので、僕はねあえて5色を2個ずつ買ってランダムにね配置しています。まあ、全部同じ色にしてね並べてみてもかっこいいんですけど、こんなランダムにするとまた見た目にね変化があって面白いかなと思って、僕はねあえてランダムに選んでみました。こちらね軽くて丈夫で、蓋の開け閉めも非常にしやすいものになってますので、かなりね気に入っています。あとね、これ蓋の部分にこういう風にへこみがあって、でそこの部分にはこう出っ張りがあって、つまりこれねスタッキングできるんですね。上に重ねることができるんですね。なのでこう工具箱をね上に積み上げていってもずれてね滑り落ちたりしないという、まあそういったね配慮もされていて、非常に使いやすい工具箱です。トラスコのトランク型工具箱、この中にねいろんなツールが入ってますので紹介していきたいと思います。じゃあ開けます。開けるとこんな感じです。これね順番に紹介していきます。はい、まずこちらですね。はい、ハサミですね。長谷川刃物のハサミです。これだいたい400円ぐらいで購入できます。見た目がね、ダークグレーで、僕好みなダークグレーでかっこいいんですけど、サイズも大きすぎず小さすぎず、非常にね、手に馴染んでとても切りやすいハサミです。こちら刃渡りは 7.3 センチで、フッ素コートされたステンレス製です。刃の先端は結構細いんですけども、先端まで丈夫なので、この刃の先でちょこんとね、厚紙とかを切っても、刃が広がらずにね、ちゃんと切れるというところもね、嬉しいです。ハサミも僕いろいろ試して買い替えてきたんですけども、刃が柔らかいものだとこう先端でねちょこんとね1ミリ2ミリぐらい切ろうとかすると結構ねそれができないハサミが多かったんですけど、刃先が広がらずに刃先でも細かに切れるハサミはね今まで使ってきた中だとこのね長谷川刃物のハサミだけだったので、まあそういった理由でもこちらをね使っています。はい、非常に見た目もクールで使いやすい長谷川刃物のハサミ、まずこちらと、あとはこちらカッターですね。緑のペンカッターです。ペンの形をしたカッターです。こちらスライドさせることによってこういう風に刃が出るので、これでペンを持つようにして線に沿ってこう細かいねパーツを切っていったりする時とかに便利な、そういったねペンカッターです。これねすごい使いやすいです。刃の切れ味も当然いいですし、あとやっぱりこのねペンのように握って切ることができるというところがね、細かな作業をする時とかにはねかなり向いてると思います。小さなパーツを紙から切り離す時なんかはこちらの緑のペンカッター、これをね使っています。であと大きいものを切るときとかはこちらのカッターですね。大きいカッター、コクヨのカッターフレーヌというものを使っています。これね外から刃が見えない構造になっているね、かっこいいカッターです。ちょっとデザインもかっこいいですよね、こんな感じで。こちらはね上の部分にこうスライダーがありまして、これを押し込むことによってこうね刃が出てくるといった形になっています。こちらの刃もフッ素加工されているので、例えばシールが貼ってある紙とか糊がついている紙とか、そういったものを切るときでもこのねフッ素加工されているので糊がねつきにくいってところもねいいです。なので切れ味がね落ちにくいカッターです。これスライドがこの上についてるので、こうカッターを持って切るときとかも、この挟んでる指でカッターの刃をね押し出してしまって、切ってる最中に刃がグッと出てしまうとか、刃が引っ込んでしまうとかね、そういった誤動作も少ないので、スライダーが上についてるっていうのもね非常に使いやすいところだったりします。そういった意味で
安全性もバッチリです。スライダーが上についてるということは左右ねどちらの手でもね握りやすいんですね。僕右利きなんであまり気にしたことはなかったんですけど、従来のカッターだと左利きの方だと結構ね持ちにくいという声もあったらしくて、このフレーヌというカッターはそれを改善してるらしくて、もちろん右で切っても切りやすいですし、左手でね持っても切りやすいとね、そういった作りになっているということです。なのでね左利きの方にもねおすすめできるカッターですね。はい、ほんと見た目もかっこいいですよねこれ。はい、こういった黒用のカッターフレーヌ、大きめなものを切るときはこちらを使っています。で続いてこちら、はい、これがですねオートのレターオープナーです。封筒を切るときに使うカッターですね。でこちらこういう風に溝が掘られていまして、この溝の真ん中のところに小さなねこの白いやつ、これが刃なんですけど、こういう風に刃がついていて、こういったね封筒にこの溝をかませます。でこれをスーッと下に下げると封筒を開けることができます。まあ、こういったレターオープナーですね。ただこれ結構ねご覧の通りギリギリのところまで刃が入ってしまうので、この前ねこの封筒の縁ギリギリまで入っていた書類が送られてきていて、そのね書類もまあ1ミリぐらいですけどね切ってしまうってことがありまして、まあこのね書類の端っこ1ミリぐらいなんで、まあ切っても書類の内容がね見えなくなってしまうなんてことはないんですけど、ただ書類がちょっと破損してしまうっていうのは問題があるなと思いましたので、ちょっとね今までこれずっとオートのレターオープナー使っていたんですけど、最近はこれあんま使ってなくて別のねカッターを使っています。で今使っているカッターがこちらの緑のレターカッターです。こちらも下にこういう風に溝がついていて、こうX 字になってると言ったらいいんですかね。で溝のこの辺ですね、ここに鍵状の刃がついています。でこれの使い方はさっきのに似てはいるんですけどちょっと違くて、この封筒ね上の留めたところ、ここに隙間がこういう風にあると思うんですけど、この隙間に刃をね入れる形にします。ここの指に近いところの溝をここに引っ掛けて、このままスーッと切ります。そうするとこういう風に、ね、綺麗に切ることができます。さっきのオートのレターオープナーで切った時はこういう風に上1ミリぐらいを切ってる感じなので、場合によってはねこの1ミリぐらいがそのままポロンとねゴミとして落ちてしまったりするんですけど、こちらはねあのナイフ型のレターオープナーで上のところスーッとね切ったような形になりますので、1ミリも開かずに一番上の部分だけをね切ることができます。こちらの方がね見た目も綺麗に切れますし、ゴミも出ません。まあ、ただね例えばこの裏側とかそうですけど、刃がね入り込む隙間がないぐらいのところまでびっちりねのり付けされてしまってるものとかだとちょっとね切りにくかったりするので、ただねまあこれ封筒の下側のとこなのでね最初からのり付けされてますけど、だいたいね封筒はこの上の部分はだいたい隙間がねちょっとこう空いた形になってると思うので、まあこれでねこう通せば簡単にね切れると思います。なのでこちらの緑のレターカッター、こちらの方が今はね使いやすいかなと思って使っています。あとこれねこう刃が見えますけど、表面にねこうちゃんと半透明のカバーがついているので、持ち歩いていてもこのままねポケットとか入れてしまっていても安全です。こっちの方がね封筒を開ける時の安定感もあるので、今後はねこちらを使っていくと思います。緑のレターカッターです。であと緑のカッターもう一個紹介しましょう。はい、こちらはねもう何度か紹介していますけど、緑のダンボールカッターですね。今までこれ僕はグリーンを使っていましたけど、このねブラックがかっこいいなと思ってブラックをね買い増ししちゃいました。玄関にグリーンのダンボールカッターを置いて、リビングにはねこの工具箱の中にこの緑のブラックのダンボールカッターを入れています。緑のブラックのダンボールカッター、ちょっとややこしいですけど緑っていうのはブランド名ですね。でダンボールカッターの黒を、工具箱に入れています。緑のダンボール結構前から僕も紹介していますけど、最近ねガジェット系 YouTuber さんみんなこれ紹介してますよね。結構いろんな方が使ってるっていうことからも証明できる通りですね、かなり使いやすいダンボールカッターです。本当ね使いやすいんで皆さん選ぶ理由もよくわかります。広げるとこう中にはねセラミックの刃がついていまして、これでダンボールのガムテープをスーッと切ることができます。刃が短いので段ボールの中身を傷つけてしまうなんてこともないですし、あとねこれケースにはマグネットがついてるので、まあ、先ほどの工具箱にもこういう感じでねつけることができます。僕のように毎日のように Amazon から段ボールが届くような人であったり、段ボールの開封なんかをする機会が多い方にはねこの段ボールカッターめちゃめちゃおすすめなので、一つ持っておくといいと思います。はい、緑の段ボールカッターのブラック、こちらもねおすすめです。はい、続いては定規ですね。こちら緑の厚みを測れる定規です。
ここの部分がこういう風に広げたり閉じたりすることができるので、ここで例えばこういう対象物の厚みをね、こう挟んで測ることができます。これだったらね、幅12ミリとかいう感じですかね。こういう風に厚みを測ることができる定規です。僕ね、結構 YouTube で小さなこうガジェットとかを紹介するときとかに、幅とか厚さとかね、細かに測る機会がちょいちょいあるんですけど、まあこれであれば挟むだけで測れますし、0.1 ミリ単位で測れるのでね、結構便利なんですよね。あとね、15センチの定規としても普通に使えますので、直線を引いたりするときにもね、こちら使いやすいと思ってます。こちらアクリル素材なので、軽くて丈夫ですけども、こうね、下がツルツルしているので、計測対象物を傷つけたりすることもねなく、安心して使うことができる、そんなね厚みも測れる定規です。でも僕みたいにね、ちょいちょい厚みを測ったりすることがある人にとってはね、非常に使いやすいアイテムだと思いますので、こちらもね、気になる方はチェックしてみてください。はい、緑の厚みを測れる定規でした。続いても緑の製品なんですけども、こちらです。緑のスローコンベックスメジャーです。こう広げると目盛りが出てくるメジャーです。段ボールとか家具のサイズとかをね、測るときに使うコンベックスメジャーと言われるものですけども、こちらブラックでコンパクトで見た目もスタイリッシュなのもいいんですが、メジャーとしての使いやすさも非常によく考えられていて、こういう風にね、目盛りを引き出したときに親指でねロックすることができます。ここの部分がね、ザラザラしてるので、親指でキュッとロックした状態で、これが戻らないようにちゃんとね、計測することができます。メモリも10センチ単位で、色がね、黒、白、黒とね、色分けされていて、10、20、30と、ここはね、赤字で書かれているので、メジャー部分も非常に視認性が高くなってます。でさらに、これ、スローコンベックスメジャーという名の通り、メジャーが戻るときに、こう、ゆっくり戻ってくれるんですよ。これがいいんですよね。スローコンベックスメジャー一番の売りは多分ここなんだと思うんですけど、戻るときにゆっくり戻ってくれる、戻るときにゆっくり戻ってくれる、これがいいんですよね。ここによくあるね、コンベックスメジャー、普通のね、よく見るコンベックスメジャーあるんですけど、これはね、戻るときのスピードこんな感じです。めっちゃ速いです。めちゃめちゃ速い、怖いですよね。これぐらいのスピードで戻ります。めちゃめちゃ速いです。通常のコンベックスメジャーだったらこれぐらいのスピードで戻るので、まあね、指に当たったりすることはないと思うんですけど、このスピードね、ちょっと怖いですね、やっぱりね。まあそれに比べてね、このスローコンベックスメジャーはこんな感じでスーッとゆっくり戻ってくれるので、まあこのピシッとね、戻ってくる怖さがないので、こういったところもね、安心ですね。あとこれもね、裏にマグネットがついてるので、こうスチールとかにね、くっつけておくこともできます。はい、この緑のスローコンベックスメジャー、これもね、まあ、小さいし、こういう工具箱の中に入れておいても邪魔にならないものなのでおすすめです。であとこの中に入れているのはこれですかね、三菱鉛筆のジェットストリームの油性ボールペンです。僕は 0.7 ミリのものを使っています。まあ、この前のバッグの中身でも紹介しましたが、僕はボールペンもこればっか使ってますね。ジェットストリーム結構ね、書きやすいと思います。こちらの三菱鉛筆のジェットストリーム油性ボールペン。とにかく書きやすいんでこちら使っています。あとこちらがですね、ちっちゃいんですけど、これもね、緑の製品ですが、修正テープですね。こう開けると、ここに修正テープがついていて、見えますかね、ちっちゃいですけど、ボールペンで書き間違えた時にこれでちょっと修正すると、そういったものになってます。この修正テープもね、そんなに使う頻度は多くないんですけど、そもそもね、文字を書く頻度が僕あんまり多くないので、この修正テープもそんなに使うことはないので、これぐらいコンパクトなものがいいなと思ってこちらを選びました。めちゃめちゃ小さいですよね、このサイズです。はい、こちら緑の修正テープ。であとこれも同じく緑の製品ですが、緑のテープカッターです。セロハンテープもね、そんなに使う機会がないので、まあ、なるべく小さいものがいいなと思ってね、こちらを選びました。こうスライドさせるとこういう風に広がって、でここにね、セロテープがついているので、これを引き出して使うといった、そういったものになってます。こういったね、かなり小さなテープカッターです。この緑の XS シリーズはね、小さな文房具いろいろ揃えられているので、気になる方はね、チェックしてみてください。はい、こちらの緑のテープカッター XS、 こちらもね、工具箱の中に入れています。
あとテープだとこれも紹介しておきましょうか。 MT のマスキングテープですね。よくあるねマスキングテープですね。これはマットブラックです。結構ね YouTube 撮影している時に紙とか小物とかをねこう一時的に仮止めしておきたい時とかがあったりするんですけど、そんな時に使うのがこちらのマスキングテープですね。マスキングテープはね吸着力もほどほどなので、あんまりベタっとくっつくこともないので使いやすいんですよね。なのでこちらの MT のマスキングテープ、これもねよく使っています。あと似たような使い方しているのがこちらですね。ファーバーカステルの練り消しゴムです。鉛筆を使わないのになんで練り消しゴム使うんだって話なんですけど、僕は普通の練り消しゴムの使い道とはね違う使い方をしていて、こう例えばね YouTube とかで物撮りをするときに使うんですけど、こういったねコロコロ転がるもの、こういうふうにね転がっちゃいますよね普通に。でこういったものを物撮りしたいときに、これをちゃんと固定しておきたいといったときに、これをちょっとだけ取って、これをこのね下にくっつけちゃうんですね。こうやってペタってこうやってペタってくっつけて、こういう風に置くと動かないんですよね。これで物撮りをすればコロコロ転がらないで物撮りをすることができるので、こうね転がってしまうものを固定するときにこのね練り消しゴムを使っています。このね練り消し1個あればねかなり撮影が楽になるんですよ。はい、こういった使い方をしています。ファーバーカステルの練り消しゴムですね。あと最後はこちらですね。はい、こういったハートファンの精密ドライバーセットです。 Amazon のセールで買った精密ドライバー一式なんですけど、こんないっぱいあってもね実際使うのはプラスドライバーとマイナスドライバーぐらいなんですが、たまにねピンバイスみたいなのとかも使ったりするので、こうコンパクトだし工具箱に入れておくとちょっとしたところでね使うドライバーとしてはね万全だと思うので、こちらも入れています。使い方としてはこれが本体というかね持ち手の部分なんですけど、ここにこの例えばこれはプラスドライバーですけど、これをカチャッと入れてこれで使うという、こういうことですね。まあペンタイプなのであんまりここのねグリップそこまで強いわけじゃないので、しっかりね止めようと思った時にはちょっとね弱かったりするんですけど、でもまあ精密ドライバーなのでね細かなネジ止めをする上ではね全然十分な力の入り具合になると思いますので、こちらのね精密ドライバーセット、これもね1個持っとくといいかなと思います。これもね一式で1000円ぐらいで購入できるんですよ。しかも Amazon のセールで買った時はねもっと安く購入できたりしたので、一式持っておくといいんじゃないかなと思います。蓋閉めるとこんな感じです。かっこいいですよね、モバイルバッテリーみたいな。はい、そんなねハートファンの精密ドライバーセット、こちらもね工具箱の中に入れています。はい、以上ですね、こんな感じのツールを工具箱に入れて使ってます。はい、今日は僕が普段使っているこの工具箱の中身を紹介しました。スタイリッシュでコンパクトで実用性も備えたツール、持っておくとねいざという時に助かりますので、もうこのままねセットで持っておいてもいいんじゃないかなと思いますので、紹介したアイテムすべてね概要欄にリンクを貼っておきますので、気になるものがあればチェックしてみてください。はい、今日の動画は以上です。このチャンネルではこうした暮らしに役立つアイテムの紹介なんかをしていますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かったと思った方はグッドボタンをよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。